この動画はテレダインレクロイの提供でお送りします。こんにちは。今日は Apple から発売された 140W の AC アダプター USB 充電器を分解します。まずはスペックの紹介です。ここに出力電圧が書いてあります。5.2V3A、5V じゃないんですね。9V3A、15V5A、20.5V5A、そして 28V5A という風になっています。 28V5A なので出力電圧は 140W つまり USB PD3.1 に対応しています今までの USB PD の充電は1つの USB PD の端子から 100W までしか対応していませんでしたですがこちらの Apple から出た 140W の USB PD 充電器は 140W まで対応していますただし実際 140W を出力する機械というのはかなり限定されています というのも MacBook Pro を充電するときにしかも MagSafe のケーブルを使ってでしかおそらく 140W は出せないだろうというふうなことになっていますこちらに書いてあるようにこの充電器自体は 28V まで出力することができますただ 28V を出力するトリガーをかける部品がありませんなので実際に今回測定する範囲というのは 20V 以下の範囲になります まず分解を始める前にこの充電器本体に流れる電流を測定します。このコンセントから本体に流れる電流です。電流プローブを使います。今 USBPD の端子から電圧は 5V を出しています。負荷は取っていません。少しずつ電流を流していってこれは充電電流を流しているのと同じです。そうしますとだんだん波形が変わってきてこの波形になります。今 5V3A 取っていますが。 こういうふういいふにこっってなってなますねこれは完全にコンデンサインプット型の波形ですで。これはあまり力率の良くない回路ですね。コンセント側にたくさん高調波を出す回路です。でちょっと面白いことに気づいたんですけど、USB-PD の出力は 5V、9V、15V とあと 20V を選べます。で電圧をです、ね、高くすると、9V にするとどうなるか、えー。ちょっと波形が変わりましたね。15V も見てみます。こんな感じです。 これが 15V。次に 20V に設定します。そうしますと、電流波形は制限波のようになりました。でこれは今、USB PD から 20V4.5A を,を取っている時のコンセント側に流れる電流の波形です。で先ほどの 5V 出力の時の波形はぴょこっていうふうになっていましたけれども、9V 以上ですと波形がだいぶ変わるようです。でこれは USB 充電器の中に力率改善回路が入っていて、たくさんの負荷を取っているとき、 つまりたくさん充電しているときには交流電流をきれいにするような動作になります。USB PD の動作している状態によって回路の動作を変えています。少しいい回路を使っているようです。電力計を使って効率の測定もやりました。出力電圧は 5V、9V、15V、20V の場合です。28V についてはやっていません。 まずは効率のカーブです横軸は出力の電力 USB PD のところで出している電力ですそして縦軸は効率になりますで効率カーブを見てみると USB PD の 5V の時が意外と効率は高いです一部90%を超えていますねでその次の 9V なんですけどもこれは意外と効率が悪くなっていますというのも充電器の中で動作が変わるからです 力率保証回路が動作しているのでその部分で損失が発生します。なので 9V の時は特に効率が低くなるようです。次に 15V と 20V の場合ですがこれはかなり優秀な結果だと思います。やはり電力を多く出している時の方が効率は高くなる傾向にあります。15V の時が最大効率が 91.6%20V の場合は最大効率が92.8%です。このクラスにしてはかなり優秀な値だと思います。 であと効率測定の時に気づいたんですけど、えー、このスペックを見てみると 15V5A まで流せると書いてありますが実際には 3A までしか流せませんでしたであとは 20.5V の時に 5A 流せると書いてありますが実際には 4.7A くらいで電流のリミッターがかかって動作が止まりますで次は損失のカーブです横軸が出力の電力縦軸が損失です 5V 動作の時はそれなりに損失は少なくなっています。9V、15V、15 20V の状態で回路の動作が変わります。先ほどから話しているように、力率保証回路が動作するようになります。力率保証回路が動作する 9V 以上では実際損失は多くなりますで。これはカーブを見てみるとわかることですね。5V と 9V を比べてみると、その差分みたいのがよくわかりますね。次は分解して中身を確認します。どうなってるんでしょうか まずケースからです四隅はゴムのようなもので固められていますこちらの中身をまあ固定プラス防振そんな役目でしょうか中身とケースはかなり強力にくっつけられていて剥がすのにかなり苦労しました接着力はかなり強いです次にこちら中身ですほぼ全面金属で覆われているような形になっています こちらの表面の金属の板ですが、放熱を高める役割、それプラス電源から出てくる放射ノイズを低減する役割、そんなものがあると予想しています。固定方法ですが、ネジで固定されています。ここに2箇所、あとはこちらにも1箇所、ネジ止めされています。 こちらの金属板の裏面には、絶縁のために貼られていると思われる絶縁シートがあります。黒色です。シートが貼られていない放熱板がむき出しの部分があります。それはこのなんかシールみたいなのが貼ってあるところにちょうど対応するように、場所が配置されています。シールすべて剥がすと、こんな感じで基板の上にゴムシートみたいなのが貼ってあってですね、それを剥がせるようになります。 剥がしたゴムシートの裏面は基板上の部品と干渉しないように溝がしっかりと掘られています。穴ですね、くぼみが開いています。ヒートシンク邪魔だったのですべて取りました。こちらの面には表面実装部品がたくさん実装されていますま。主にパワー半導体とコントロール系の IC ですね。反対側の面にはスルーホール系の部品がたくさん実装されています。かなり密度は高いです。 でこれなんかパワー半導体を放熱するための放熱プレートがついています。よく見てみると、この部分に、えー、スルーホールのパワー半導体見えます。まあ、まず見た感じなんですけども、ほとんどパワー半導体はディスクリートの部品が使われています。よく 100W 以下の USB 充電器だと、制御回路と、あとはパワー半導体が一体になった IC があるのですが、これはそういったものは使っていません。 まあここら辺にディスクリートのパワー半導体がたくさんえ表面実装されていますが全てディスクリートのパワー半導体です Amazon とかでよく 100W 以下の USB 充電器売ってると思いますがまあそういったものは大体パワー半導体と制御 IC が一体になったものが使われています Amazon とかで売っている窒化ガリウム採用の製品はまあほとんどそういったものですねまあそういった一体型になった IC の方がまあ簡単に製品化できますからねただこちらの Apple の 140W の USB 充電器 AC アダプターは少し違いますまあちなみにこちらの製品も地下ガリウムガントランジスターを使っているのですが、えー、そちらについてもディスクリートの部品ですちょうどこの部分ですねガンシステムズっていうところから発売されている地下ガリウムのトランジスターを使っていますまかなり高性能なものですね ちょっと話は戻りますけども 140W とかそれ以上の製品を作ろうとするとパワー半導体と制御 IC が一体になった製品はおそらく対応しているものがありませんなのでディスクリート部品だけで作っているのだと思いますま産業用のスイッチング電源なんかと同じですねで基本的に回路としては基板の方を向けて説明しますがこちら側が USB の出力側こちら側はコンセントにつながっている方です まずこちら側の面について使われている部品を1つずつ見ていきますま回路の順番通りに見ていきますかまここから入ってきてでどんどん電気電圧が変換されてそして出力に出てくるとまずこちら台湾セミコンダクター製のダイオード2つありますこれは全波整流用のダイオードですね1素子入りですこの部分にスルーホールの足がありますが基板の反対側を見てみると この部分に MOSFET があります。これは後で分解した時に確認します。でこちらの MOSFET についてはアクティブ整流用のものかと思われます。え次にこちら、STMicroelectronics の n チャネル MOSFET。こちらは力率保証用に使われているものです。データシートを探しましたが見つかりませんでした。おそらくカスタム品ではないかと思います。こちらの MOSFET を2並列接続されています。そのすぐ隣に力率保証を制御するための IC があります。 これは NXP セミコンダクターズから発売されている PFC コントローラーです。これはデータシートは見つかりました。その N チャンネル MOSFET のすぐ上にダイオードがあります。これはオンセミコンダクター製のウルトラファーストレクティファイア1素子入りです。これは力率保証回路のすぐ後に接続されるダイオードではないかと思われます。次はこちら、基板の中央についている部品。これは STMicroelectronics のマイクロコントローラーです。 データシートはありませんでした、まあ、この回路全体を制御するための、まあ、制御用のマイコンですね、まあ、おそらくカスタム品か何かだと思われます次はこちらの部品インフィニオン製ですデータシートを探しましたがありませんでしたですがおそらく MOSFET ではないかと思われますこれは台湾セミコンダクター製のダイオードですスーパーファストリカバリーダイレクティファイアと書いてありますでそのもう一つとなりこちらもメーカー名はインフィニオン製です データシートを探しましたがありませんでした、まあ、おそらくモスセットではないかと思われますでこの回路 PFC 回路の後ろにですねあの高圧コンバーターが入っています、まあ、電圧を下げる回路が入っているのですがえその部分に使われているパワー半導体ではないかと思われます次はこちらメーカーはガンシステムズ製です窒化ガリームのパワー半導体になりますガントランジスターってやつですねまあコンセントの電源側の回路はこれでおしまいで 反対側の USB PD 側ですねで。こちらのパワー半導体ですが、これはオンセミコンダクター製の N チャンネル MOSFET です。まあ、これは同期整流で使われているものですね。まあ、効率上げるためのものですで。次はスルーホールの部品面ですね。部品に黒いカバーみたいなのがかかってたんですけど、そういうのは全部取っ払いました。カバーみたいなのがかかってたんですけど、こんな感じになってます。まあ、回路の入り口部分から説明していきますか。 ここら辺が入り口で、こんな順番で電力は変換されます。最後、USB の出力が出てくると。そんなイメージです。まず入り口から順番に。これがですね、ヒューズですね。ヒューズは黒い箱の上に乗っていて熱収縮ー部で包まれています。3.15アンペアです。ヒューズが乗っていた箱がこれですね。箱の中に実はフィルター用のキャパシターが入っています。これです。 次にここにある緑色の部品。これはバリスタ。サージ電圧保護です。いろいろフィルター回路があります。これはチョークですね。コモンモードチョークとディファレンシャルモードのチョークです。ここにある水色のやつ。これもフィルター用のキャパシターです。 先ほど全波整流回路のところで説明しきれなかったんですけども、こちらのスルーホール面にもパワー半導体があります。インフィニオン製の N チャンネル MOSFET です。アクティブ整流用に使われています。電源周波数と同期してスイッチングするやつですね。ダイオード1個分の電圧損失がなくなりますので効率高くなります。フィルター回路を通って、その後ダイオードと MOSFET のアクティブ整流回路を通って、その後小さめのインダクターがあります。その後にちょっと大きめのインダクターを通ります。 これは力率改善回路、力率保証回路、PFC 回路のところで使われている直流のインダクターです。この AC アダプターに使われているすべてのインダクターはこういうふうに銅箔製のシールドで覆われています。こちらのフィルター回路部分を除いたインダクターは基本的にすべてフェライトコアでできています。先ほど USB の出力電圧が 9V になると電源に流れる波形が変わっていたと思います。 そこで使われている部品ですねで次はこちらまたインダクターですでこれは PFC 回路の後に使われている高圧コンバーターというのがあるんですけどそこに使われている電圧を落とすためのインダクターですこちらも直流のインダクターで銅箔で覆われています、まあ、外に漏れ出るノイズを減らすためですねでその回路の後に電解コンデンサーこれです ルビコン製の電解コンデンサー4 5 0 v 8 2ラ f この部分を見てみると電流センサーなんかもついていますここについているこの部品これは変圧器ですこの充電器 LLC コンバーターを使っているのですがそこで使われているものです次に LLC コンバーターのところで使われているキャパシタ2つハーフブリッジのタイプです で最後に USB5V 出力のところに使われている二の電解コンデンサーとあとは USB Type-C の出力部分ですフラットケーブルで接続されているんですねふにゃふにゃですあとは USB 電圧のフィードバックですがフォトカプラーでやっていますパワー半導体と一体型の IC だとフォトカプラー使わないことが多いので なんか久しぶりって感じですね。全体のシステムの構成はこんな感じになってます。大体6個の回路ブロックに分けています。で、ここがコンセントから来ている交流電源で、こういう風に行って、で、こういう風に行くと。そういう風な接続になっています。で、まずここがフィルター回路ですね。まあ単純なフィルターです。あまり説明することはありません。その次にアクティブ整流があります。これはダイオードとモスフェットを併用したアクティブ整流です。 そしてその後に PFC これは力率改善回路ですで力率改善回路は USB の出力電圧が 5V の時は動作しませんこのダイオードでバイパスしますでその後ろに高圧の回路がありますこれは単純なバックコンバーターです一番シンプルな構成のものですでその後に LLC コンバーターがありますでここでガントランジスタを使っています でその後に USB の電圧が出てくると。そんな構成です。この高圧コンバーターはなかなか面白いことをやっています。USB の出力電圧が 5V の時は、高圧コンバーターの出力電圧は 60V まで下がっています。で、USB の出力電圧が 9V 以上の時は、この高圧コンバーターの出力電圧は 200V になっています。なので動作モードによって電圧を変えているんですね。なかなか面白いですね。効率を上げるための工夫でしょうか。 分解してみて内部の回路がどういうふうに接続されているかは分かりましたで実際にどういうふうに動作しているかをちょっと見てみたいと思いますで特にガントアンジスター周りこれは非常に高性能なトランジスタですけどもその周りがどういうふうに動作しているかが非常に興味がありますなので今日のスポンサーのテレダインレクロイからその周りのです、ね、動作波形がどういうふうになっているかを測るためのプローブとあとはオシロスコープを借りましたで使うのはこちらの光絶縁プローブです 光ファイバーでですね、絶縁してあるっていう、まあ、なかなかすごいプローブなんですけども、えー、そちらを使いますで。この茶色の線がですね、光ファイバーですね。ガンチュアンジスタのゲートソース間の波形を見るわけですけどもあの、通常のですね、こういった作動プローブを使うと、まあ、なかなか波形がですね、歪んだりして、 本来の波形がが見えないことがあるんですね測定のセットアップはこんな感じですこちらがガントランジスタのハイサイド側のゲート電圧を見ていますこちらがハイサイド側のドレインソース間の電圧を見ている作動プローブです今回ゲートソース間の電圧を測っているのが光絶縁のプローブですなのでハイサイド側のゲートソース間の電圧を測ろうとすると、まあ、通常コモンモード電圧のノイズみたいなのが乗るんですけども、まあ、それはほとんど乗らない波形になっています これはハイサイサド側ののガンントランジスタの波形です黄色がゲートソース間の電圧、そして赤色がドレインソース間の電圧です、オーバーシュートとかリンギングとかそういったのはなくて非常に綺麗な波形です、ちょっと拡大していくと、こんな感じでゲートソース間のミラー機関みたいなのがよく見えますね。 よくある高電圧の作動プローブを使うとコモンモード電圧由来のよく分かんない波形がこういうふうに見えてしまうんですけども光絶縁プローブを使うとそんなこともなくなって非常にクリアな波形になりますこの LLC コンバーターはほぼ全ての領域でソフトスイッチングができていますねこのドレインソース間の電圧を見てもらうと分かると思うんですがゲートソース間の電圧が立ち上がる前にドレインソース間の電圧 0V になっていますよね0電圧スイッチングができている証拠です というわけで今日はアップルから発売された 140W の AC アダプターを分解したわけですがこれはかなりすごいですね 140W でこのサイズに収めようとすると回路構成もかなり考えなければいけませんしあとは効率も高くする必要がありますまあ,あと分解してみて部品点数もかなり多くなっていましたね使われている部品もかなりハイスペックのものが多くて眼中アンジスタをはじめとしてまあ他の MOSFET であったりそういったものも高性能なものが使われています あとはカスタム部品もそこそこ多く使われていました。まあ、今回の感想は値段なりのかなり高性能な AC アダプターを Apple が発売したそんな感じです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中詳しくは概要欄から。